あいつは今休暇に隔離している。それはどういうことだ？江崎はポストヒューマンである可能性が出てきたからだ。何だと？ もうこれは始まってる。みんな受け取ってるはずだ。ビッグブラザーからのメッセージを。 それがあなたの目指している世界なの。